ゾッとしないぜ先生。あんたが枕元に立ってるなんて、俺の寝顔でも見てたのかよ。私たちは常に君を監視している。さあ起きたまえ。今日は誰を殺すのやら。そう傲慢になるものではないマイルズ君。君の先祖の考え方はまあまあ正しいじゃないか。数千人を救えるなら数人の死が何だというんだね。ましてや相手は悪人だ。まあまあ正しい。爪が甘かったということだ。陳腐な例えだが、腐敗とは癌のようなものだ。腫瘍を切り落としても元を絶たなければ時間稼ぎにしかならん。つまり包括的に、なおかつ徹底的に処置をしなければ真の変化はありえんということだ。ではどうする。うろうろする遺伝子。大衆に教育を施すことだ。しかし簡単なことではないし、それができるとも限らない。その口ぶり、あんたにはもっといい考えがあるんだな。一体なんだ。そいつはじきにわかる。はあ、やりましょうか。俺はまだ生きている。確かに刺されたのに。 お前に幻を見せたのだ。なんで。そして死の眠りを味わわせた。死の国を通り抜け、今再びこの世に生まれてたのだ。何のために。言ってみよ弟子よ。我らアサシンの目的は何だ。平和です。全ての。そう、全ての平和だ。人が他者に加える暴力を終わらせるだけでは十分ではない。心の平和をも実現するのだ。どちらも重要であろう。はい、知っています。愚か者、お前の心には平和などないのだ。歪んだ心を持っている。己の力を過信しておる。ボロクソ言われてんじゃん。存在しない、許されぬ行為などないと。その本当の意味をお前は分かっておらんのだな。好き放題にして良いということではないのだ。五感を導くべき真の知恵がお前には欠けていることがよく分かった。では私はどうなるのです。教団に害をもたらした罪は死に値する。マリクの言う通り、兄弟の死は命で償うべきだ。だがお前の才能は無駄に捨てるには惜しい。お前の所持品は全て剥奪されている。お前の地位もな。見習いのアサシンへ降格させよう。全てを最初からやり直すのだ。犯した罪をあがなう機会を与える。教団の一員に戻るためにな。甘んじて受け入れましょう。甘んじてって言うな。真のアサシンの心を忘れていないことを示してもらう。アサシンの心だ。邪悪なるものを撃てと。いや、それはまだ先だ。せめて反省したふりしろ。お前は入門者に戻ったのだからな。そんな、私は師範のはずです。こいつバカだな。師範であったこと、それはすでに過去のことだ。今は違う。本日からは敵の追跡を命じる。仰せとあらば。よし、ではご指示を願います。裏切り者がいる。誰かがロベールの手引きをしたのだ。うん。裏切り者を突き止め、ここへ連れてくるのだ。審問を殺します。何か手がかりはあるんですか。あえて何も教えん。自分で探り出してみよう。それも修行よ。はあ、ゲージが短い。しょんぼりした。剣を奪われたアサシンブレードを失った。あらやだ。あタックル、もう何もかもレベル1。ああ、しょぼーん。何から逃げてるんだ。人生だよ。何だってやつだ。安全と平和をあるたい。当選簿するのか。手を貸してやれとの大同士からのご指示だ。これからお前を再教育してやる。教えられるまでもない。何とでも言ってくれ。俺は指示に従うだけだ。さっさとやれ。アサシンは複数の手段を持っている。分かってる。盗み聞き、書状のすり取り、必要なら脅して口を割らせる。覚えていたか。要するに俺に聞き込みをやれということだな。その通り。
手始めに裏切り者を最初に発見した村の市場に行け。誰か知ってるのか。まあな。名前を教えろ。それで終わりだ。そういうわけにはいかない。とにかく始めろ。忘れるなよ。村の市場だ。村の市場。あれでは人に怪我をさせるだ。どうしてあんなことするの？なんて行かれたやつだ。なんだあれ。市場。うん。ここかな。盗聴ミッションを開始。ベンチに座る。ベンチないかな。これか。全然聞こえません。何ですか？スタッツ。俺は見たんだ。マスンが門を開けて騎士団を中に入れるの。大同士にお知らせしろよ。マスンだけの仕業じゃないんだ。他の誰かも手伝ったに違いない。どうしてわかるんだ？カゴ職人を仲介役にしてマスンは砦の誰かと手紙をやり取りしていたんだ。それならなおさら話した方が。カゴ職人は襲撃の直前にも手紙を運んでた。きっとその手紙に門を開けろって指示が書かれてたんだ。じゃあそのカゴ職人にマスンの仲間が誰だか問い詰めよう。姿を消したよ。共犯者にされるのが怖かったんだな。カゴの中にでも隠れてるんだろうよ。ほう。カゴ。アイコンが出てるからね。あれでは誰かに怪我をさせるじゃろ。うるせえ。誰かを襲う気か？ここら辺。スリ。お願い、一つだけでも。襲撃でカゴが全部ダメになって入れ物がないのよ。今は無理だ、忙しいんだ。手紙のせいでしょ。手紙って？来た時受け取ってた手紙よ。悪い知らせなの。何のことやらさっぱり。カゴのことは考えとくから一人にしてくれないか。後でまた来てくれ。わかったわ。スリ。取った。知らないよ。演説をしている。うん、上か。何やってんだ。わからん。今に真実が見えるさ。いいか。あれでは何だって新世界の入り口に立ち上がるんじゃないのか。誰もが平等に暮らせる夢のような世界だ。誰？想像してみろよ。お前か？だが、アル・ムアリムのような奴らがその夢をぶち壊しにしようとしているんだ。こいつか。俺を疑っているのは知っているぞ。裏切り者だ。近すぎて起動できません。すみません。え？お前らも今に真実が見えるさ。いいか、俺たちは今、新世界の入り口に立っているんだ。誰もが平等に暮らせる夢のような世界だ。想像してみろよ。だが、アル・ムアリムのような奴らがその夢をぶち壊しにしようとしているんだ。今日の襲撃は挨拶代わりだ。悔い改めない限り攻撃はやまないぞ。目を覚ませ。アル・ムアリムこそ本当の敵なんだ。奴の嘘に騙されるな。呪文終わったの？殴って口を割らせます。もう殴っていいっすか？パンチ。死ねえ。痛い。わかった。やめてくれ。頼む。ではさっさと吐け。遊んでる暇はない。
なぜ仲間を裏切った？誰の命令だ？正義のためだ。俺たちはテンプル騎士団に仕えている。何？騎士団のジャマール師範から襲撃があったら門を開けろって言われたのさ。この砦に守られ、兄弟と呼び合いながらよくも裏切ったな。正しいと信じることをしただけだ。殺すなら殺せ。死ぬのなんて怖くないぞ。お前の運命を決めるのは俺じゃない、アルムアリム様だ。記憶を早送りして他の場所に送ります。えい。何時は今、教団に対する裏切りの罪を問われておるのだ。裏切りは誠なりしか。自分のしたことを誇りに思ってる。失敗したことだけが心残りだ。邪悪なる心を捨て、悔い改める意思はありや否や。俺は真実の心を持っている。だから改心はしない。ならば死ぬがいい。やあ、よくやった弟子よ。この手柄により剣を帯びる身分に戻す。お、ヤスに指示をした師範はどうします？それはこれから決める。無知への恐怖から悪しき心が生じただけなら救いようもある。だが毒された心がねじくれ、魂が堕落してしまったのだったら、それは救いようがない。ジャマールがどちらなのか見極める必要がある。これで私は試験に合格ですね。次は弟子よ、試験はまだこれからだ。良いか我が弟子よ、ここに死に値する者9人の名前がある。お、疫病を広めるように戦いをもたらす。権力を乱用し国を堕落させ災いをはびこらせる。殺していいっすか？彼らをこの世から消すことがお前の仕事となる。オッケー。この地に平和の種をまき、同時に自分自身を救うのだ。やってやりましょう。この功績によりお前の罪はあがなわれる。9人の命であがなうと、これは寛大な処置だと思うが、聞きたいことはあるか？どこから始めるかです。よろしい。ダマスカスへ向かえ。闇市を仕切るタミールという男を探せ。最初に始末するのだ。うん。各地の教団の支部へは必ず顔を出すように。管区長には鳥を飛ばして知らせておくゆえ、助力を超え、お前の力になってくれるだろう。はい。ご命令とあらば。そうだ、よいか。管区長の許可なしでは動いてはならん。許可ですって？バカバカしい。時間の無駄ではないですか。これもそなたの過ちに対して支払う代償だ。お前は組織の一員として、わしだけではなく教団に従わねばならん。そうですか。装備を受け取ってゆけ。力と忠誠を証明してみせるのだ。やったぜ。アサシンブレード。死体がなくなった。出口。馬。じゃあ白馬。やー、待った。え、わかりづれえな。障害物。いや、あっちの方に向かえばこのまままっすぐ行けるか。おう、はい、どうも。
ここはどこなんだぜ。二度とするな。何を。誰かから逃げてるのか。ああ、鷹の目。登ってみようか。なんだってこんなバカな真似を。頑張れよ。あ、おいてー、棒が邪魔。ビューポイントシンクロ。何もありません。パス。はい、行こう。どっちだ。揉め事は勘弁しろ。地図、こっちから来てるよな。うん、セレクトで地図。あ、ダマスカス兵。これが、マシャフが拠点。南に行って東。オッケー。南に行って、え、敵？アサシンだって言われてもな、バレちゃダメだろ。なんて？うん、バレバレ。馬乗ってるだけなのに。あ、これ登る。うわあ。ずっと警戒されとるわ。シンクロ。なんかの鳥で。で、東に行って、北。もうこんな感じでしょう。違う。東が、あっちか。いや、ザース、チーズ。アサシンだ、殺せ。知らないです。違います。東。あっどこ行けば、こっちでいいのかな。ダマスカス兵。